いや十分ですよ。それでヘッド効いてたまに行ってますもん。だってこっちの方がほら全然キャリーも出てますよ、その前の球より。撮りました撮りました、はい。いや、あの真ん中のボールがちょっと強いフェード、うん、あんまりタフ取れない、あれしっかり。あうん、真ん中にストレートフェード、あんまりバカーッとタフ取れねえべ。いや、ゴール場にとってもあのええことだ。しっかりもっと左振ってくれよ。普通に打ったら絶対ああいう球になるよ。それでフェードがコントロールできるよ。これぐらいヘッドが生きてくる。今のはだけど、まあさっきよりも今のでちょいダフリちょっとです。でも球はそんなにな、うん、ダフったっていう球じゃねえもん。段違いですシャット、球が高くない、開いてるからじゃない。マスターは何シャット、あ、もう一回お願いします。シャットに一応してんだけど、いや、シャッターフェイスではないです違いますね、はい。まあ、多分シャッターフェイスになれば、はい、球あの10ヤードはもっと先行くと思います、はい、それだけヘッド効かせられるんで。こっち向けるんですか。あのそうですね、こう どっちかってはこう絞る感じです、はい。右向いてっちゃうんですよね、こういう球。ああ、そうですね。あの、まあ、あの
できるだけ右向かない方がいいですよ。はい。惜しいですね。今のはちょっとシャッターベースです。もうワンサイズ大きい方が良くない？開いてかこれ。P より結構ちっちゃいじゃん。いいか。開いて構えない方がいいですよ。はい、はい。ベースボールグリップなんで。はい、もうとりあえずヘッドをスパーンと効かすことだけ考えて、そうです、その柔らかさを。うん、そんな感じですね。今のはちょっとシャッターフェーズ気味でいいです。はい、だと飛んでるんですよ。160ぐらいいってるんですよ、今ので。ですよね。はい。うん。これ完璧じゃないですか。はい、ほら。まあ、左手の手首の角度をちょっと意識した方がいいかもしれないです。あの角度がこうやってちょっと変わっちゃうと、こうやってベースボールで握ってて、こうやって握ってて、これが折れた状態でこうやって上がっちゃうと、あのオープンフェーズなんですよ。それをだから野球と一緒でちょっとこう絞ってくる感じ、内側に絞ってくる感じ。こっちに。はい。その時にできるだけ肘は外に開かずに内側に絞った状態で絞ってくる。あ、そうですそうですそうです。そうすると絶対シャッターフェーズになるんで。へえ、はい。もしなっちゃったらそんなことないと思うんだよね、俺の普通に。おお、ありがとうございます。完璧。いった、うん、全然いいです。一番飛んでる。だからあの一番というんじゃない。ちょっとこう締めながら、ただ左肘はこう外に向かないように内側に絞りながらこうやって絞って、そうするとシャッターフェース出来上がるんで。なるほど。